ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、北斎漫画。監督は、新藤兼人。1981年の作品です。下駄屋の佐敷宅に居候している石野鉄造と、その娘、お栄。後に、世界的にその名を轟かせ、美術史に多大な影響を及ぼす、破天荒で波乱に満ちた男、葛飾北斎の生涯の物語です。出演は、小形健、西田敏行、田中優子、樋口かな子ほか、江戸時代後期の乱熟した庶民の文化の中で強く生きる奇妙な人々と、おおらかな性風俗が描かれます。樋口かな子と田中優子の、大胆なヌードシーンも話題になりました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。